消化士中心的幸福路有極快軒昇昇計画、関市四億限界軒地下三楼、地上六楼複合式影城大楼、先前皇帝商標府駅、歴平一時券商店園、徐根旧建物茶居徐光作周上完成、今天受講堂土典礼、新王楼余計2023年刊行。中華郵政近年積極点型、草加幸福路有極快軒庵促進講師しちゃん閣下、木下げます防止使用務めます。2018年与え国品影城戦略、突破伝統郵局建築形式、より影城受給企画建物、結合郵局、影城及び検診冒頭空間、はいまたこれ中華郵政投資を帰達主座的複合式影城大楼。中華郵政講師等次長宇広志望今天守持ち道土典礼、多表示、未交渉化発展迅速、またゼロクと意外的100万人口大あがた、隣近代大中区、発展前景下記、改建後適正化幸福路有極建物外観遺跡在位種、軽素簡約現代化風格、総楼地板面積約3434坪、郵政講師長期これ民存的高クオラ、希望含むのを満足財安新受給、未来財消化炭多く提供給山油楽、帯同地方。消化圏仕込む大型商場対百貨講師、市民総統官新皇帝新路、国品影城当事長張中州今天灯路、初ポキエ十二個影町、譲る消化民存未伝営不要古代中、能見特等国際公伝営。新的複合式影城大楼1、2楼部分面積保留有極使用。下げ民存館高市所適用有環境、3位たる6楼のリー影城現地受給、統括企画複合式商業空間、臨宮エチカ楼層設置館高市停車空間、2万足上区発展受給。消化市幸福路有極快軒地上6楼複合式影城大楼、今天受講堂土典礼。車輪経過石影消化市幸福路有極快軒昇昇計画結合有極、影城及び検診冒頭空間、財安新都編期待。指名と消化有極提供。